ピョートル・アンドレイ・エヴィチ・トルストイ、ゲオル・クグセル作。ピョートル・アンドレイ・エヴィチ・トルストイ伯爵は、ロシアツァーリー国及び、ロシア帝国の貴族、政治家。ピョートル一世とエカチェリーナ一世の知性に活躍した。トルストイ家出身で、レフトルストイやアレクセイ・コンスタンチノビッチ・トルストイは、ピョートルの直系の子孫である。おこりのアンドレイバシリエヴィチ・トルストイの、息子として生まれ。 1682年に、サーリのヒョードル三世の自重長を務めた。摂政ソフィア・アレクセイエブナの力を課題視し,して、彼女を熱烈に支持したが、ソフィアが失脚する直前に、ピョートル一世主示に倶り替えした。ピョートル一世は初めトルストイから距離を置いたが、1697年に、トルストイがベネツィアに出向してイタリア語と造船術を学ぶと申し出ると、 中年のロシア貴族が、そのような申し出をするとは考えていない。ピョートル一世はトルストイを信用するようになった。1701年11月、トルストイは、オスマン帝国駐在ロシア大使に任命され、同職初の常駐大使となった。彼は大宰相一人の殺害と邪魔になった、秘書一人の毒殺などで、オスマン帝国の政治に介入した。 トルストイは1709年のポルタバの戦い以前も、オスマン帝国がスウェーデンに援助しないよう苦心し、スウェーデン王カール12世が戦いに敗れて、オスマン帝国領に逃げ込むとその国外追放を要求したが、これはすでに警戒していたオスマン帝国を刺激してしまい、トルストイは1710年10月10日に、7つの党に投獄され、オスマン帝国がロシアに宣戦線復刻した。 1714年にロシアに戻ると元老院議員に任命され、アレクサンドル・メーンシコフの派閥に属するようになった。1717 17年、ナポリに逃亡したサレービチのアレクセイ・ペトロビチを連れ戻すと、トルストイの地位は不動のものになり、ピョートル一世はトルストイに多くの栄典や報奨を与えた。1725年にピョートル一世が死去すると、 トルストイはメーンシコフを助けて、サリーザ・エカチェリーナ一世を定位に着かせた。エカチェリーナ一世はトルストイを伯爵に助し、新設された最高枢密院の顧問官六人のうちの一人に任命した。七百二十七年、エカチェリーナ一世の死去直前にメーンシコフは時代皇帝にピョートル一世の孫で皇太子、アレクセイの息子であるピョートル二世を推挙したが、 ピョートル2世の即位が自身の政治障害の終わり、ひいては家族をも危険にさらすことに等しいと気づいた、トルストイは自らの派閥を結成して、ピョートル1世の娘、エリザベータを支持した。しかし、この時点のメンシコフの県政は、トルストイでは揺るがせず、1727年5月11日に、エカジェリーナ1世が死去すると、82歳のトルストイは、その日に、 八海に浮かぶソロベツキー諸島にあるソロベツキー修道院に追放され、2年後にそこで死去した。1722年に没した妻との間で二男を設けた。ありがとうございます。